はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、大決算祭、かけるファイソルの日スペシャルガチャ、こちらがね無料で引けるみたいなんで、今回はこれを引いていってみようかなと思います。で、もう一つね、熱拳ガチャもなんか無料で引けるんで、これもね、ついでに引いてみようかなということで、こっちから行きましょうか。いけ。さあ、まあこれに関してはね、割と頻繁に、無料ガチャ来るんで、動画外でも引いてるんですが、まあそれなりにね、古い星6とかが手に入って絆が、進行したりするので、まあ割とね、いいガチャかなと思ってますね。今回も沢村が出たりとか、フォークとウォーリーの、ユニゾンが来ましたね。オッケーオッケー。まあなかなかですね。そしてまあこれによってね、攻撃モードとかね、こっちのガチャのモードが変わったりしてますが、まあそれはそれとして、こっち行きましょう。さて、大決算祭かけるファイソルのスペシャルガチャ、まあ、こちらに関しては特にピックアップとか選ぶやつもないみたいなんで、まあ、早速ね引いていってみましょうか。一応ね、あの無料分のモードでもレッツコンが 0.9% で出るよと、まあ、0.9% の内訳がこんな感じなんで、まあ、0.9% の中が、まあ、14% だから、4割ぐらい、レッツコンになってるよという感じですね。はい、ということで、じゃあ早速ね引いていってみましょう。いけ。さあどうよ。まあファイソルの日ガチャの無料はね、なんかポイントしか出てこないみたいなのもよくあるイメージなんだけど、あ、ただ赤ベルトあるね。さあこれはどうでしょう。さあ来い。あー、高村さんか。なるほど。まあ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 、レベル上限解放されたんで、レベル上げれるようになった高村さんかなと思うので、まあこれはこれで、よしとしましょうか。あ、銃で引けるのか。銃で引けるのだったら、ちょっと、大感謝モード引いてみるのはありか。まあただあれか、モードチェンジしても、レッツコン 1.6% だから、そこまで確率高いわけじゃないね、これ。そうですか。高根とかはまあ、あ、弾丸一歩か。高根 1.9% どうだろうね。なんか10だったら引いてもいいかなみたいな気持ちにもならなくはないんだけど、こっち30だからね、結構きついんだよね。あ、しかも選んでないから、ちょっと今ねパッと確率見れませんが、まあ追撃はやめておこうかな。ファイソルの日ガチャ、さっき引いたやつと別でこっちも来てるみたいですね。そうか、まあ、これに関しては、確率的なやつは、あ、4.5% か。まあ、やっぱこれぐらい倍率欲しいよな。まあただ30だからちょっと引かないで、貯めておこうかなとは思うけどね。はい、ということで、まあ、今回はねガチャ的にはこんなとこですね。まあ、一応くっつけられるやつくっつけていきましょう。あとなんかあったかな。あ、そうね、この辺はくっつけられるから、くっつけておきましょう。ちょっとね、期間限定のバフかかってるやつが、切れちゃったらね、戦闘力また100万以下になっちゃったんで、100万じゃないな。95.47K か、100K 超えてたんですが、またね、95K に戻っちゃったんで、今一度 100K 行きたいかなというところですね。まあ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 。それなりにね、今までのやつ、くっつければ行くだろうと。いう気もしてるんだけど、オッケー、こんなところか。くっつけられるやつは、ここまでですかね。そうね、あとはちょっとなさそうかな。こんなもんですね。
で絆に関してはちょっとね、あの動画外でくっつけたり整理したりして上がるようになった部分もあるので、少しね、動画内で上げておこうかなと。まあ、結構星5がね、無料の熱拳ガチャとかで拾ったりできた部分もあるから、その辺でね、いろいろ絆が実は開けてたよという感じですね。まあ、ただこれらを全部ね進行させたとしても、ちょっと 100K まではいかないかな。あ、ここスピードパンチは全部埋まったんだ。へえ、オールラウンダーも埋まりましたね。結構星5監督増えてきたね。よしよしよし、コレクション的な意味ではね、この辺もまあ嬉しいかな。長く続けてただけあって、それなりにコレクションね埋まり始めてるぞと。まあただね、ちょ星5はねもう新しいキャラ全然増えなくなっちゃったから、その辺はね寂しさもあるけど、まあしょうがないね。今はねどんどん新しいレアリティ自体が増えてるんで、今さら星5追加されたところで戦力にはなるはずないし、逆に戦力になる星5が出たらなんだこいつってなるからね。ということでね、まあ徐々に徐々に、星5に関してはねもう全部コレクション集めきるぞというところも見えてくるんじゃないかなと思ってるんだけど、まあでもねレベル18、19とかでまだ止まってるキャラもいっぱいいるから、まあそう考えると先は長いかなという感じですね。まあ地道に集めていきましょうというところ。さあそして、96K まで来ましたね。ほい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 。そう、この宮田くんとかもね結構古い星6だったんで、なかなか手に入んなかったんだけど、無料の熱拳ガチャとかで、出てくれたのは良かったかなって感じですね。真田もずっとレベル1だったんだけど、ようやくレベル2になって真田絡みがね、何個か絆あったんで、この辺解放できるようになったのはよしと。で今度は宮田くんの方ですね。はいほいほいほい、結構まだあるね結構まだありますね。梅沢くんとかもねなんか星5で出たっきりだけど、割と重要キャラだし星6とか星7のサポートで出してやってもいいのにねとかね思うよね。浜田吉もこれっきり出てないから、俺一回ね浜田吉って、なんでねボルグのセコンドなのに出てこないんだよねって言ってたけど、出てきてたんだよね一回、忘れてたんだよね。まあ浜田吉、そうね、なんか猫田さんとか、鴨川会長みたいな感じでね過去編にもちらっと出てきてるぐらいだから、なのに現役キャラいないのもあってなんかあんまり、登場してないようなイメージでいたんだけど、まあ一応サポートではね一体出てたんだなとか、そんなことを思いつつという感じですね。まああれか、でも過去編でも戦闘描写自体はね猫田さんと鴨川会長以外ないから、浜田吉もねちょっと健康仲間という感じで、出てきてはいたけど実際戦ってはいないんだよね過去編でもね。まあだからまあ出てこないのはしゃあないのかというところではあるけど、そんな感じっすね。まあでもこういうユニゾンサポーターでね、宮田の親父と柳岡藩みたいな感じで、まあ浜田吉もなんか出してやってもいいのにねとか思うけどね。はい、ということで、まあそろそろね絆終わるかなと思いきや、まだまだあるなこんなにあったか。そう、この辺はちょっとね後で動画であげるかっていう風に思って放置してたら結構溜まってたっていう感じですね。まあ純正 VS 逃避、これ何でもできるさんのエピソードですね。何でもできるさんに関してはね全然関係ないゲームの方でね何でもできるっていう特技のねシャニソンの子がいたから、まあちょっとね高村さんの話とかを向こうでもしたけど、まああっちに関してはねちょっとあまり見られてないようなんでちょっと動画はねここまでにしておこうかなと思ったりもしたんだけど、はい、ということで、まあ、こんなとこですね。絆を上げても 96.82K ということで、100K まではちょっといけなかったかなというとこですね。
はい、ということで、まあ、今回はねここまでにしておきましょう。まあまたしばらくね、剣石の方に関しては貯めておこうと思いますし、月替わりでちょっとチケットに関してね、今月いっぱいで回せなくなっちゃう、攻撃ガチャの件とかは、月末になったらまたね、別の動画で、まとめて引いていこうかなと思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。ほい。